はい、どうもこんにちは。星のカービィ夢の泉デラックス6回目やっていきたいと思います。今回は6面のボスからですね。ちょっと体力が1ですが頑張りたいと思います。マジでゲットイッお、できますか。あ、さあということでやっていきまーす。体力を回復して戻ってきました。言い訳はいいよね、もうそういう。背中つかないといけないのかな、今回も。それっぽいかな、どうだろう。キンキンって言ったよね、なんか。さあ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 。よいしょ、よいしょ、届かない、届かない。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと長い、長い、長い剣であってほしかった。もうちょっと。もう1センチくらい長い剣だったら僕は勝っていたかもしれない。ということでやっていきます。やばい、やばい、オッケー。ゴリ押し。メタナイト可愛いよね、でも。あの素顔。はい、ということで、ソードを背景に。お、レインボーリゾート。おお、ついにリゾートまで来てしまいましたが、リゾートでライブ中継ですね。からのパラソルガード。自分の歌をパラソルでガードしていく。このスタイル、素敵ですね。よっ。この突きあるからいいね。まずいな、これ。いける？あぶね。ここ取りたい。取りたいね、これ。オッケーオッケー。いける。よし。じゃあやっていきまーす。なかなか難しい、ここ。あら、複雑。うわー、ちょっと範囲が、範囲出てる、範囲出てる。壁越しの攻撃はなかなか鬼畜ですよ。さあ、回復回復。回復して、ドリンク2つも回復するんだよね。意外と、意外とね、使い勝手がよろしいようで。うわわわわ、怖い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 。さあさあさあ、ついていきますよ、ついていきますよ。こうすることによって、ワドルディは出てこれないと。そして、ストって落ちてきたね。怖い怖い怖い。あんまね、こういう移動はね、ちょっとチキン戦法なので、なんかすごい申し訳ないんですけど、申し訳ないんですけど、ゴールですね。はーい、ということで、だんだん5人も届かなくなってきてしまいましたが、今日この頃でございますが、いかがお過ごしでしょうかとか、まあ、この下りはもういいですね。ええ、いくら滑ったからってなんかこんな深刻にならなくてもいいと思うんだよ、僕。わあ、この BGM って、あ、ちょっと BGM に感動してる場合じゃない。あ、避けれると思った。ボスラッシュかな、どうだろう。だとしたらなかなかの胸やつ。うわわわ、避けれるかなって思ったんだけど、スライディング使って避けたいな。よっ。くれ、オッケー。さ、さ、さ、さ。さあおいで、さあおいで、さあボムを投げてくるんだ。おい、くれ、オッケー。さあ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 、次で決めましょう、次で決めましょう。さあ爆弾を吸って吐いてぶつける。クラッシュかな、ありがたい。うわー、なんかこれめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいんだけど、めっちゃ楽しいんですけど。お疲れ様でーす。え、嘘嘘、倒せない、倒せないの、倒せないの。さあ、音符ちょうだい、音符ちょうだい。僕は君と一度戦いましたから、そう簡単にやられませんよ、一度戦った敵とは、敵にはね。さあ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 、お次は、お次は、お次は、さあ、お次はお尻を振る、お尻を振る彼ですね。さあ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 、さあ、お尻振って、お尻振って、画面にカメラに背を向ける、お尻を向けるっていうのはちょっとすごいことだと僕思うんですけど、どうですかね皆さん。なかなかね、できないことだと思うよ俺は。よっ。わわ、吸えなかった、吸えなかった。来るか、こっち来るか。オッケーオッケー。嘘嘘嘘、受けられた受けられた。ちょっとジャンプしようか。さあさあさあ、おいでさあ、おいで、オッケーオッケー。さあ飛んで吸って、はい、でもう一回来るよ。
ほい、オッケー。ハンマー、ハンマー取っていきましょう。ハンマーは大事です。ハンマー大事ですから、ハンマーの需要の高さね、皆さんもう一番分かってらっしゃると思うので、さあさあ、2パンチ2パンチ2パンチだけでもこの威力やばい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 、これノーダメージできるんじゃねえかっていう、なんかこのご時世でございますが、オッケーオッケー、ノーダメージノーダメージきた。スローはボスには使えないかな、どうだろう、わかんないですが、ハンマーの方がいいでしょう。バックドロップか。次はそう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 、嘘嘘嘘嘘、当たっちゃった。ちょっと待って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 、僕のハンマー、僕のハンマー、オッケーオッケーオッケー、あそう、そういうこと言うからそう聞こえるんだって。ちょっともう気をつけよ気をつけよ、あ、ごめんなさい、よかった、ここからだ。でもすっぴんだぜ俺、すっぴんだぜ、なんか生えてくる虫さんみたいなやつ吸い込むしかないですね。もうオッケーオッケーオッケー、虫さん吸い込みたい、虫さんを吸い込んでいくスタイルで今回はやっていきたい。そう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 、虫さん吸って吐いて外れる、そう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 、さあドシンと来て、ドシンと来てからの虫さん、虫さん軽くジャンプした方がいいかもね。オッケー、さあおいで、さあおいで、さあおいで、オッケー、あの虫さんでね、俺前やられたからね、気をつけないとね。あれが裏の裏ボスです。皆さん覚えておいてください。バックドロップ使えるこれ。星出てきたら使えるかな。あの星で使えそうだけど、ちょっと難しいな、俺には。俺には難しいな、これ。コピー捨てさせて。よし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 、さあおいで、さあおいで、さあドシンと来て、さあひっかいて、ひっかいて、さあおいで、さあおいで、マジで吸えなかったんだけど、ちょっと待って待って待って、なかなか難しいぞ。さあさあひっかいていく、ひっかいていく、さあドシンドシンドシン、さあドシンドシンとして、さあ噛みつかれてしまう、さあ噛みつかれてしまう、はい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 、オッケー、えい、マジでマジでバーニングか、そうかバーニングだから、そうかそうか、バーニングっぽい攻撃だね今の、いいですね、マジでちょ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 、危ない危ない危ない、スライディングするとちょっと無敵時間になる、もしかして今の、今ので分かったんだけど、どうして持った時それ使おうか、さあ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 、いい感じですよ、あと2発ぐらいじゃないか、さあさあさあ、おいでやすおいでやす、はいはいはい、オッケーオッケー、はい、あと1発あと1発、さあ頑張っていきますよ、頑張っていきますよ、さあ来い、オッケー、ほい、オッケー、バーニングはいります、てか何でもコピーなら欲しいです今。お、もう終わりかな、どうだろう、さあ上に上に行って、ワープスターに乗って、じゃあ新世界へと旅立っていきます。うん、あ、ゴールだ、やった、おいー、はい、6でーす。これあかんですね。はい、ということで7の3やっていきたいと思います。よいしょ、ちょっと待って、スリープばっかり、ちょっと待って、スリープばっかり、ノディちゃんばっかりいる、あ、そうだった、オッケーオッケー、じゃあ上に登って、上に登って、なかなか難しいですよ。さあぶつかっていく、ぶつかっていく、どんどんぶつかっていく。はい、ということで死んでいく、さあなんとか、なんとか生きてます僕、なんとか生きてます僕、
頑張ってますよ、今日も。よいしょー、オッケー。さあ、氷捨てじゃね、なかなか厳しいんですが、敵キャンディーがあれば、もう100人力ですね。100人力どころじゃないですよ。1000人力？万人力？わかんないですけど。さあ、ここ、走り抜けるぐらいの能力あってもいいと思うんですけど、その辺いかがなんですかね。息やっぱ欲しいけど、いっかな、今は。うん。これ取ると多分、大砲ちゃんが出てきてしまうので、やめときまーす。はい、5、5、ちょっと成長した。戻してきたよね。戻してきたよね、調子を。その辺の。はい、ということで、7の4、次はやっていきたいと思います。この子何可愛いんだけど、ほんと、名前知りたい。なんだろう、コロンちゃんみたいな。コロンちゃんなわけないか。そんな単純な名前ではないと思うんですけど。わわ、届かないのね、そこ。さあ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 、たくさんいますよ。楽しそう。オッケー。さあ、楽しそうなところ申し訳ないんですけど、ちょっと僕、ちょっと先急いでるんで、ちょっと通らせていただきますよ。さあ、まだ来ますね。よっ。オッケー。はい。さあ、まだ来ますね。バーニング取っていきましょうか。オッケー。よし。やっと、この地帯をくぐり抜けて、一回スライディングして、マジか、マジで、ちょっと、なかなか難しくない、ここ。いや、下行った時に通れば楽か。オッケー。さあ、ドアに入ってください。さあ、ドアに入ってください。オッケー、偉い。一瞬どこにいるのかちょっと見失いそうでした。下にいたね。さあ、ストってくるの注意ね。これ取ろう。もういいや。もうゴールか。早いなぁ、ゴール。おい。はい。で。おい。あ、やばい。自分から足りに行ってどうするの？さあ、ふわーっと上がって、ゴール。おい。さあ、5ですね。調子戻らないなぁ。なんだろうね、最後のあれで調子を確かめるっていうのもちょっとなんか若干間違ってる気がするんですけど。うわうわうわ、何今の、怖い。なかなか当たり判定が広いですから、ちょっとある程度の距離を保ちつつ、そして考えるのをやめたっていうのをやろうと思ったんだけど、ちょっと走り抜けるの無理っぽいですね。よし、じゃあ倒しちゃいます。マジか、倒れないか。まあでもこれでいけるでしょう。オッケー。さあ、ホイール取って。ここバーニングとかあると、バーニング楽しそうなことができそうな。あ、オッケー。どっか行っちゃったと思ったけど。さあ、なかなか楽しい。ちょっと、若干不規則ですが楽しいです。はい、ということで、ここなかなか難しくない？絶対スイッチあるぜ、でもこれ。うわぁ、めっちゃシビアだな、これ。でも、この辺からいける？もしかして。うまいタイミングでやればね、いけないこともなさそう。さあ、この辺から、いけるよね、多分。うん。あ、いけるな、これ、多分。できます。ちょっとやってみたいです。なかなか難しいですね。でも、ここでゴールか。なんか負けた気がする、すごい。ここでゴールしちゃうと負けた気がするんですけど。
マジか、今の、ちょっと今の、今のかなり頑張ったと思う。でも、やだな、やだな、これ。ちょっと今回は諦めますが。ちょっとこれは、再挑戦したいですね。というか 100% クリア、どっちかというとしたいので、はい。ということで、776やっていきま、おーっと、なんだここは、なんだここは。可愛らしいステージですね。さあ、トゥットゥトゥー。さあ、春風と共にですよね、これ。うわわわわわわわ、懐かしいな、なんかこの雰囲気。さあ、この雰囲気。ほんと、昔からのカービィファンの方とか、ほんとこういうの見るとね、おーってなりませんかね、こういうのはね。なるでしょうね。ちょっと僕、ちょっと昔からカービィやってたわけじゃないので、わかんないですけど。僕のデビューはスーパーデラックスだったんで、わかんないですけど、ごめんなさーい。さあ、スイスイスイと進んでいきまーす。おい、ジャンプジャンプ。おっとおっと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 、なんか、かなり緩いステージじゃないか、これ。おい、ジャンプ。イカさん吸って吐いて、イカさんを吸って吐いて。さあ、イカさん吸って吐いて。ちょっとイカさんいっぱい出てくるね。今夜イカ料理なんでイカがみたいな感じでね、ちょっと面白いこと言ったつもりだったんですけど、そうでもなかったので、ちょっと先に進んでいこうと思います。そう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 、ドリンク飲んで。今日はいろんな人が爆発しますね。ことか。なんかない。ないか。いかにも隠しドアって感じの、なんか場所っぽかったけど、そうでもないね。トマトはいっかなー。じゃあ、いきます。そうだ、そう、スライディングですり抜けできないんだって。ちょっといい加減覚えよ。さあ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 。でもなんか、これといって、難しくない感じじゃない。完全にでもこれ、いいよね、これは。こういうステージ好きだな、でも。難易度の問題じゃないでしょ、これは。昔からのね。あ、これってもしかして。オッケー。おい。サワーアップスター出てきました。ありがとうございます。そうそう、取って、入る。オッケー。うん。ゴッ。残念でした。はい。ということで、時間も時間なので、今回はここまでにしたいかなと思います。次回は7のボスからですね、やっていきたいと思います。なんかでも、ボスラッシュとかもあったからいよいよって感じはしますよね。気を引き締めてやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。もしかしたらその前に、ちょっと集めるかもしれないですね。スイッチとか、たくさん多分踏んでないとこあると思うので、多分こういう色、ドア色違うじゃないですか。そういうので見極めていけばいいと思うので、スイッチのあるかないかっていうことは。ちょっと、探してみようかなって思います。ということで、よろしくお願いいたします。次回は7のボスからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。